このツインテールとおっぱいの入れ具合が最高です。皆さんこんにちは、ゆうです。今回も超簡単な倒し方の解説やっていきます。体験版で見せてるのでね、そんなに力入れなくていいかなと思うんですけど、ご覧のもの、特に小用符を使っておくのが重要です。守護霊は幻にしておきましょう。はい、まず開幕チノンフで、開幕今振りかぶって矢を打ってくるっていうパターンになることが結構あるので警戒しましょう。で、八つの髪をどんどん使っていきます。で、チノンフ向かってて、で、この場合は火属性にするために回り込んで、このようにね、そして、毒手裏剣を当てて揚力を貯めて、そして八つの髪が使えるようになったら使っていく、これですね。で、ボスが、気力切れになったら、乱れ打ちくないからのくない。できるだけ当てて、HP を減らす。で、また八つの髪が溜まってるので使うっていうことですね。で、後半は、この大技を、待っときましょう。幻で取って、八つの髪打ったら、もうあとは完全なダウンが取れるので、お好きなように入れたら終了という感じですね。ポイントとしては、だから、八つの髪が溜まり次第使う。手裏剣などで揚力を貯める。で、大技を幻で対処。で、ああ、そうか。あと、火属性に変えるってことね。まあ、これが簡単な倒し方になってくると思います。いかん、光秀様の身が。よう、秀之治、いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよその顔。おのれ、汚い真似を。光秀様を、光秀様を頼む。本当に行くのか？我らを口封じのため抹殺する、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。
信長様の命を奪ったのは重き大義を果たすため、世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まる一かけら。口惜しきは闇に潜みし邪悪の目。あとはお主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか。まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの。行くわよ、一緒に。ひまさん、心配は無用、必ずや生きて再び会おうってさ、なんか明智光秀普通の人だなみたいな感じるわけね。でさ、歴史俺あんまり詳しくないんだけど、信長は明智に討たれたとかそういう話だったよね。そういうことまで含めて考えるとさ、やっぱりみんな人でしょって思うのね。同じ人でしょっていうことね。でまあ昔のその歴史の話だからって言っても仕方ないかもしれないんだけど、今の時代は本当良くなってるよね。人同士でその何そんな争ってんのかなっていう時代があったわけで、まあつまり何が言いたいかというとですね、まあ今の時代は本当に良くなってきてるなっていうことね。技術の進歩とともに世界中の人々が一つに感じられるような世界になってきているなと。例えばインターネットとかね、そういうことも含めて、まあでもこの傾向っていうのは今後もどんどん高まっていくことでしょう。そしてより世界は平和になってくるっていうことを、まあ、想定します。まあ望みますし想定してます。はい、てな感じで続きはまた次回にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。